では大塚康平代表の定例会見を始めさせていただきます。はい、はい、暑い中皆さんお疲れ様でございます。まず豪雨災害に関連して、改めて、被災された皆さんにお見舞い申し上げます。まだ見つかっておられない方々もいらっしゃいます。現地で、まだ活動していらっしゃる関係者もいらっしゃいますので、心から敬意を表したいと思います。国民民主党としても被災直後から関係の県連並びに議員支援者を含めてですね、関係の皆さんがボランティアに入らせていただきましたが、状況だけご報告しておきますと、14日から16日にかけて岡山を中心に、青年局を中心に延べ100人以上が活動をさせていただきました。17、18は愛媛で40人、岡山で35人、21、22は広島で延べ70人が活動しました。もちろん極力現地の皆さんに負担をかけないという前提で、しっかりと活動していただいたと思います。我々としても、できることを最大限行って、被災地の皆さんの少しでもサポートをできればというふうに思っております。また台風も近づいておりますので、被災地では台風の進路によってはまた副次的な影響が出るかもしれないという中で、今度は政府はしっかり緊張感を持って対応していただけるものと信じております。それからもう一点だけ申し上げますが、今日文科省の国際統括官の川端氏が逮捕されたという報道に接しましたが、この件は別件でも名前の出ている、関係者が介在をしていたということであります。どうやら、いろんな案件で関わっているような気もいたしますので、これはしっかり、捜査を進めていただくよう、警察司法関係者に期待をしたいと思いますし、やはり文科省相当緩んでるんではないかと。この件も含めて大臣や あるいは内閣として責任問題に言及しないというのはありえないことだろうというふうに思っております。今後の文科大臣ないしは内閣の対応を見極めたいというふうに思います。私の方からは以上です。はい、それでは冒頭始めいたしますというご質問から受けたいと思います。ご質問のある方はどうぞ挙手の上社名と名前をおっしゃってください。よろしいですか。通信機関です。僕も様の本社の幹部の職員としてなりますが、国会は、一応閉会してしまいましたが、今後その、対応を見極める上でですね、まず部会等でですね、状況を聞くということはそれぞれ の部会長の判断で対応してもらおうと思ってます。その上で、案件が拡大をしていくようであれば、またさっき申し上げましたように例の裏口入学事案とも関係のある社が関係をしているということのようでありますので、やはり事態が拡大していくようであれば、これは閉会中であっても関係委員会を開いて事実関係を確認するということは求めていかざるを得ない場面があるかと思います。まだ現状においては情報を収集し必要に応じて関係部会で話を聞くというところまでだと思います。はい、何でございますか。なければその他の質問、ご質問。フランス店の及川と申します。はい、
22日で、まあ、国会、閉会したわけですが、はい、まあ先の国会の全体的な意見、どうお考えになるかということと、評価ということですか。評価ということですね。それと結局、まあ、さまざまなスキャンダルがあったのに、うん、大臣の首が一人も取れなかったということに対する総括、以上2点伺えればと思います。はい、まずこの国会は、日本が今民主主義の危機にあるということを露呈した国会だというふうに思っております。まあ、これは他の場面でも申し上げてますが、まあ、やはり民主主義の根幹はみんなそれぞれ意見や考え方が違うわけですから、議論する大前提として情報が公開されるということが、まあ、これが民主主義の基本ですから、情報公開されなければ議論もしようがありませんの で、いわんや不祥事に関する事実については、まあ、これはきちっと公開をしてですね、まあ、その対処について、国民の皆さんの納得のいくように、国会としても取り扱うというのが大前提ですが、まあ、何しろ政策においても前提となる事実がずさんな、まあ、いわば捏造と言ってもいいようなものを前提に政策や法律が出てくる。不祥事に関しては事実を隠蔽改ざん、場合によっては文書を廃棄するということが行われているということが明々白々になった国会ですから、もうまさしく民主主義の危機を露呈した国会だと思います。そういう認識を広く国民の皆さんにも、お集まりのマスコミの皆さんにも共有をしていただきたいし、当然国会や政治に責任を持つ野党はその認識を強く持つとともに、まあ、自らも戒めなければならないというふうに思っています。まあ、その点で今の及川さんの2点目の質問にも関わりがありますけれども、まあ、それほどひどい国会であったにもかかわらず、まあ、一人も大臣が辞めていないというのは、まあ、まさしく、まあ、由々しき事態であるし、我々の力不足を痛感をしています。まあ、しかしですね、辞めなくていいなどと一言も言ってないので、辞めるべきだと相当強く申し上げている中でですね、これだけのさまざまな事態が起きて、普通の感覚や元の自民党であれば何人か辞めてると思いますね。だからこれは野党として大いに責任を感じ、まあ、我々やはりまた選挙で数を挽回していかなくてはならないという気持ちを新たにしていると同時にですね、自民党のこう常識を疑うような展開になっているというふうに思いますね。まあ、かつての自民党ないしは内閣であれば、まあ、何人か自発的に辞めさせているような展開だと思います。はい、以上です。はい、朝新聞の川合といいます。はい、今自民党に対する指摘ございましたけれども、はい、実は9月にですね、大統総裁選を控えています。はい、これについては岸田政調会長が不出馬を表明されましたけれども、まあ、それに対しては玉城代表ですね、まあ、モノトーンになっているというようなご指摘がありまして、何になってる？モノトーンというか、まあ、安倍さん一緒になっていると、うん、大阪代表の方から見て、これ、どのようにご覧になっているかというのが1点とですね、もう一つ石破さんがですね、対抗馬と目されているわけですけれども、先日新書でですね、政策至上主義というような本を出されました。国民民主党もですね、やはり政策を、まあ、重視されている対案を出すということに、まあ、重点を置かれていると思いますけれども、まあ、この石破さんについての見解も含めてお願いします。はい、まあ、多党のことですから個人的な感想に過ぎませんけれども、岸田さんについては残念ですね。はい、人柄であったり所属している派閥の系譜からしてですね、
安倍さんよりは大いに我々期待をするところもありましたが、まあ、今回のようなご判断をされて、まあ、多頭のこととはいえ、まあ、残念だなというふうには思います。まあ、石破さんはどうも出馬をされるようでありますが、まあ、これはしっかり自民党内で議論をしていただきたいと思いますけれども、まあ、今及川さんの質問にもあったように自民党政権、まあ、特に安倍政権が日本の民主主義を劣化させているという点について、十分な議論をしていただけるとありがたいなと思いますので、まあ、石破さんには頑張っていただきたいと思っています。はい、はい、その他ご質問。メレポーター坂井です。よろしくお願いします。はい、水野ニュースの LGBT は生産性がない発言についてお伺いいたします。はい、この発言について大塚さんはどのようにお考えになるのかということと、はい、あと LGBT 連合会は抗議をする意向を示していますけれども、これ抗議ではなくて台湾対談を申し入れることについて国民民主党大塚さんのお考えをちょっと確認ですが、その対話対談を申し入れると連合会がおっしゃってるってことですか。 LGBT 連合会は抗議をするという意向を示しているんですけども、うんうん、国民民主党大塚代表としては抗議ではなく対話対談を、するというお考えは誰とですか。杉田水脈議員と。はい、わかりました。まずですね、まあ、昨日も連合会の方々が訪問をされましたので、まあ、これは政策要望でいらっしゃったんですが、その会合の最後で、この杉田議員の件についても先方から言及がありました。まあ、非常に問題であるということで言及がありました。まあ、その後会合の後、まあ、記者さんのぶら下がりで、まあ、何人かここにいらっしゃる方もいらっしゃいましたが、私の方からは杉田議員の発言は論外であるというふうに申し上げました。はい、まあ、いわば言語道断ですね。考えられない発言ですね。はい、まあ、やはりある一定の偏った価値観で非常にその多くの人を傷つける発言をするということはちょっと我々の心情的には理解できません。まあ、やはりこの杉田議員の発言のみにとどまらず、まあ、その後報道によるとですよ、報道によると自民党の幹部がこの発言を、まあ、問題視しないないしは擁護するような発言もあるようでありますけれども、まあ、その幹部の受け止め方も含めてちょっと理解できません。我々には大いに問題だと思います。で、まあ、連合会が、まあ、抗議をされるというのはこれは連合会のご判断ですから、連合会としてご対応されるということだと思いますが、我々がその今坂井さんおっしゃったように杉田議員と云々ということは一切考えてません。はい、その他ご質問のある方。読売新聞の方です。はい、大きく質問2点あるんですけれども、はい、先ほど国会が閉会したと話しありましたが、はい、今国会ではその春秋時に野党共同提出する法案が非常に多かった印象あるんですけれども、はい、この、まあ、3でもありましたが、この戦略についてと、あと今後の野党共同について玉木さんが連立を前提に共通政策を野党で作るべきだと話されてましたが、大塚さんのお考えをごめんなさい、これがもう一点で、もう一つは、民主党アップデート感が国会閉会して始まりましたが、はいはい、改めてこの意義とですね、どういう活動をしていきたいか、ご期待をお願いします。はい、野党共同提出というのは、これは別にこれまでの国会でも、旧民主、民進の時代でも、まあ、当時の他の野党の皆さんと共同提出というのはいっぱいありましたからね。特段特別なことではないと思います。まあ、ただ去年の秋の国会から、そしてこの通常国会でも野党の構造が、まあ、ちょっと変わってますのでね、
野党共同提案という、まあ、従前から行われている野党の協調というものをより、深化、深く、ね、進化させていく必要はあると思いますので、まあ、これは今国会も良かったと思いますし、次の国会でもさらに連携していければいいなというふうに思ってます。で、まあ、いつも申し上げてますけども、小選挙区制が前提の衆議院の選挙制度ですしね、それから参議院は、まあ、来年一人区が、まあ、勝敗の分かれ目というのはこれもみんなの共通認識ですから、まあ、そういう中においては野党候補を衆議院や参議院の一人区で一本化するという大きな方向性は、まあ、これは共有されているというふうに思いますので、すべての野党において、まあ、そうするとそれはもうもちろん民主主義の危機をもたらしている自民党安倍政権と対峙するに際してですね、まあ、共通政策があればそれに越したことはないですが、私が11月に代表質問で語った内容をもう一回議事録読んでいただければ幸いなんですが、まあ、当時もう番記者でいらっしゃった方はご記憶にあるかもしれないし、そうじゃない皆さんは議事録読んでいただければありがたいんですが、私は野党がこの民主主義を守るというこの一点で、価値観を共有すればもう直ちに野党共闘は成り立つはずだと。次の総選挙の対立軸は民主主義を重んじる政権か、民主主義を軽んじる政権か、もうこれで十分ですというふうに11月にもう申し上げてますので、現時点でもそう思ってます。まあ、だから共通政策、それはあればあるに越したことはないですけれども、まあ、ここはジャーナリズム、マスメディアという分野がですね、民主主義のために存在していると私も信じてますので、まあ、ぜひマスコミの皆さんにおかれてもですね、共通政策は何だ的なアプローチではなくてですね、民主主義を守り高めるために野党は結束する、もうこの一点で野党が連携する大義があるというふうに受け止めていただけるとありがたいなと。まあ、質問に対する回答であると同時に、せっかくの機会なので、皆さんにちょっとお願いをしておきたいというふうに思います。もう一度申し上げますけれども、民主主義を軽んじているどころかないがしろにしている安倍政権と対峙するのに理屈はもういりません。民主主義を守る、民主主義を重んじる人たちは結集してほしいと。この新党を作るときにもそういう観点で、広く呼びかけたわけでありますので、もう一度各党が あるいは各議員がそれぞれのこだわりをある部分乗り越えてですね、結集していくことが一番大事だというふうに思ってます。はい、以上です。認知度アップ、認知度アップはですね、これはもう地道な活動しかありませんね。何か奇策のようなものはありません。でもうご承知の通り、各議員はそれぞれの自分の選挙区においてまずしっかり活動するということが国民運動委員会等から指示が飛んでますしね、それから国会議員が不在の件がありますから、まあ、そうした件には他県の国会議員が計画的に入っていくことになってますので、まあ、そういう活動を通じると同時に、まあ、例えば私もやってますけど、タクシーに乗せていただいたらタクシーの運転手さんには必ず最後、国民民主党ですと挨拶してますんでね、まあ、そういう地道な取り組みなんですよ。意外に政治家って地味なんですよ。はい、そういう活動の積み重ねが大事ですので、まあ、そのことを徹底して認知度アップにつなげていきたいというふうに思ってます。はい、はい、民主主義を守る、それで野党は一つになれるとおっしゃるんですから、当然代表選に挑戦するというのは視野に入っているし、それはやはり先進でとともに考えるようなものですからね。それが一点ですね。もう一点は、国会終わっちゃったけどやっぱり
まあ、今日週刊誌の報道を含めて野田総務省の問題というのは、何をまず求めなくちゃいけないか、野党としてどう考えるか。1点目はですね、これはもうずっと白紙だと申し上げてますので、はい、これは白紙でもそれ以上でもそれ以下でもありません。それから2点目ですけども、野田大臣の件はいくつか問題があってですね、まあ、もちろん ような問い合わせをするということ自体の適否もありますけれども、そういう問い合わせが、あれ朝日新聞さんでしたか、朝日新聞さんからその問い合わせに関しての情報公開請求が出ているということを朝日新聞と特定して野田さんが知っていたということですね。このことの方がより重大だと思います。もちろんその議員のみならず秘書さんも含めてですね、役所に対してどういう問い合わせをするかというのは、まあ、それが圧力にならないかどうかということを、まあ、よくよくは考えて自制的に行動しなくてはならないんですが、まあ、しかしいろんな問い合わせしますね、各議員。それはいろんな国民の皆さんや有権者や支持者から問い合わせありますからね。まあ、しかしまず第一段階でどういう問い合わせは許されるのかということについてまず判断しなければならない。そしてその後ですね、問い合わせを受けた今度役所の方ですね、役所はそれに対してどう対応するのかということを役所自身も考えなきゃいけない。で、今回はその問い合わせを受けた役所に対して皆さんの一部同僚が、まあ、情報公開請求をしたことに対して、そのプロセスを野田大臣が知っていたということが、これは相当実は大きな問題だと思います。まあ、したがって、これはこれまた皆さんにお願いですが、この問題は今申し上げたようにいくつかにフェーズを分けて報道したり、皆さんも突っ込んでいかないと、またテレビなどでワイドショーなどで報道されるとですね、問題の本質がどこにあるのかがこう見えにくくなる場合もありますので、今申し上げたように、なぜ野田大臣が朝日新聞が情報公開請求をしているということを知っていたのかと、ここをしっかり我々も注視していきたいというふうに思っています。はい、その方からの溝です。はい、来週の日銀の金融政策決定会合で、はい、金融政策による日銀緩和によるです、ね、金融市場への歪みを是正するような方向を検討するとお願いします。例えば日経平均に連動する上場投資信託をもっと広い銘柄を対象にする、上場信託への振り向けなどが検討されるということですけれども、現在その日銀の金融政策、はい、まあ、これはそもそもですね、日銀には上場投資信託を含めて株を日銀が買うということ自体に根本的な問題を抱えているということをもう一回再認識してもらう機会だと思っています。というのは、まあ証券部からいらっしゃったんでお詳しいようでありますが、上場投資信託で日経平均銘柄を対象にしているということだと、日銀がこのマーケットに介入をするということはその銘柄だけに価格に歪みが生じるから、じゃあ今度はそれ以外に広げるというもし判断をすると、今度はその今まで対象となっていた構成銘柄が下がるということですから、何をやっても日銀が株式市場に介入するということは個別銘柄に歪みを生じるということなので、まあ、そもそもやってはならないことを今やっているという認識を来週の政策決定会合で日銀はどういうふうに議論するのかなという、私自身はそこに一番関心があります。その対象を広げるとか広げないというのはその先にある議論であってですね、
極めてやはり、禁じ手に日銀はかなり手を染めているということだというふうに思います。それからその日銀も出口を目指して、あるいは歪みを是正するために、そういういろんな議論をこれからしていかなきゃいけないんですけども、たまたまG20、この間終わってですね、その後貿易戦争も新たな展開見せてますけれども、この一連の流れはリーマンショックの後に、日本も含めてですね、先進国が相当な金融緩和をやった、そのことによってですね、新興国に資金が流れ込んでいたのを、アメリカもヨーロッパもこの金融政策を含めて正常化に向かう過程で為替相場にも影響を与え、そして新興国からの資金の流出が今日の問題にもつながっているという、その部分もあるのはご承知の通りなので、日銀もですね、実は来週の政策決定会合では庭先のそういう出口論だけじゃなくてですね、世界の通商の枠組みに相当いろんな意味で影響を与えてしまっているということをやっぱり深く議論してもらいたいと思いますね。今後これから秋臨時国会、そしてから来年の通常国会にかけて、この分野の議論はかなり深刻化ないしは深まっていくと思いますけれども、だから今週の政策決定会合も含めて日銀には自分たちの個別の政策のテクニック論と同時に日本の話、これを庭先といえば庭先の話のみならずですね、相当アブノーマルなことをやっていることが世界の経済や通商構造に影響を与えているという自覚をもうちょっと持ってもらいたいなというふうに思います。はい、そう思って政策決定会合を見てます。はい、その他ご質問ある方。共同通信の講師です。はい、オウム真理教による事件で死刑が確定した教団元幹部ら6人の刑が本日執行されました。はい、で教団による一連の事件で、全員13人全員の執行が終わって、大きく死を迎えた形になるんですけども、受け止めを。はい、これはさっき の執行の時にも申し上げましたが、まずはですね、この執行の事実を厳粛に受け止めたいと思います。その上で、さりながらですね、この事件で亡くなった多くの方々のご遺族の気持ちはこれで終わりということではないと思いますし、また今なお後遺症にも含めてですね、被害を受けておられる方々がたくさんいらっしゃるわけでありますので、この執行をもって、この事件を風化させるようなことがあってはならないし、二度とこういうことが起こらないように、していかなくてはならないというふうに思っております。そういう意味で今後も、このオウム真理教事件の流れについては注視をしていきたいというふうに思いますし、特に被害者の皆さんの救済再発防止ということの観点から、政党としても関心を持っていきたいというふうに思っています。はい、はい、あとその他ご質問のある方。1,2,3,4,4。はい、産経新聞の広瀬です。お願いします。はい、代表選についてなんですけど、はい、2人以上の候補が出て選挙を行うべきという意見とですね、一方で選挙を行うと党内が割れてしまうのではないかという懸念の声も一方ではあるんですけれども、大塚代表のお考えがあります。それも含めて白紙です。産経新聞さんよく脚色するからコメントしません。はい、
フランス店の及川と申します、はい。まあ、民主主義を守るということで、立憲民主党が、7月17日に国会改革案を出されて、18項目にそれが渡って各党に呼びかけるとおっしゃってましたが、大塚代表のところには来ているのかと、もし来ているとしたら、立憲民主党の国会改革案どのように評価するのかというのが1点と、まあ、立憲民主党の国会改革案、はい、各党に、はいはいはい、7月17日の時点で、あの小泉さんの方じゃなくてね、はいはいはい、そうです、立憲民主党の、はい、それで2問目が、まあ、小泉さんとかも含めて、まあ、立憲民主党も含めて国会改革案さまざま出ていますが、国民民主党の国会改革案というのはどういうものなのかを、お伺いできればと思います。はい、国会改革案、これは与野党問わずですね、連携できるものは連携していくべきだというふうに思ってます。これは中身をそれぞれ精査をしていかなくてはなりませんけれども、まあ、例えば小泉さんの方が言っていた党首討論夜間開催は、小泉さんも言ってるんでしたっけ。そうですよね、まあ、こういうことも含めてですね、まあ、我々が考えていることと重なっている点も多々ありますので、そこは連携していきたいと思います。それから、まあ、我々は新しい党ですけど、ただ皆さんご承知の通り、民主民進の存続政党は我々でありますので、民主民進時代から言っていた国会改革案、まあ、例えば政務三役がしっかり答弁すべきだというような点とか、この流れはまだ我々受け継いでるわけなんですけどね、最近見てると、まあ、私が初当選した頃の国会に戻っちゃったなって感じですが、まあ、政府の参考人がね、まあ、まあ丁寧に説明してくれるのはありがたいんですが、質問と直接関係のないことをね、随分時間を使って答弁したりして、本質的な議論ができなくなっちゃってる部分もありますからね、もう少し政務三役にしっかり頑張ってもらいたいなと思う点とかですね、多々ありますので、それはまあ我々も整理して共有できる部分は共有して、国会改革につなげていきたいというふうに思います。まあ、結構大きなポイントはですね、通年国会というものを求めるか求めないかっていう、ここは悩ましいですね。通年国会についてはプラスもあればマイナスもありますので、通年になっちゃうと、その やはりこの間の IR 法案とか、働き方改革のコープロのようなね、やっぱり野党としてこれはなんとか廃案にしたいと思うような時に、会期というものがないと、なかなか廃案に追い込むということは難しくなりますのでね、まあ、かたや会期があると日程闘争的な国会になっちゃいますので、まあ、通年国会どうするについて、どのようなスタンスで臨むかということについては、今後国会改革を考えてくれる与野党を全体の皆さんと議論しなきゃいけない点だと思います。はい、あ、いいですか、あと一人、あと一人、いいですね、はい、すみません、時事通信聞くことです、はいはい、来年の参院選の合区対応について伺いたいんですが、はい、今週は玉城共同代表に会見で伺った際は、はい、前回島根トップで鳥取の野党統一候補が出て、前回ね、徳島、はい、今回はその逆が望ましいんじゃないかという主張と、玉城共同代表おっしゃったら、もちろんそのいい候補がいればという前提付けだったんですが、うん、でそれに関してその大塚代表いかがお考えでしょうか。うん、もしその逆、つまり高知と鳥取に、いい高知鳥取にゆかりの方でいい候補者がいらっしゃれば、それは今回はそういう順番であることはそう思います。まあ、ただしそうでなければならないというふうには思ってませんので、まあ、それぞれの地元が、もし鳥取高知にゆかりの方で
適任者がいらっしゃるのであれば、それぞれの地元で、それは地元というのは島根と徳島もご納得いただいた上でそうなるのであれば、相対的にはそれが望ましいと。ただしそうであるなければならないということではないと思います。はい、以上です。いいですか。はい、はい、どうぞ。それによってその特定枠の使用っていうのはお考えになりますか。特定枠については今まだ我々の中で議論をしていません。でなかなかこの特定枠を使うということについても難しい議論がありますね。我々は特定枠そのものに反対をしていたわけでありますので、だからといって、現に、あのような採決でこれが行われるのはいかがなものかと思いますけれども、現に来年はそれで行われるわけですから、じゃあそれに対してどう臨むのかというのは党内で十分議論したいと思います。はい、はい、それでは以上です。はい、ありがとうございました。